加藤世之吉は、日本の土木技術者、都市計画家。鹿峰という画語を持つ。1867年、武蔵国に生まれる。1894年、帝国大学工科大学土木工学科卒業。1895年、新潟県土木科に勤務。1897年には土木課長となり、道路、河川改修工事に当たる。 加藤自身が農村出身であることから地元民をよく理解してその任を務め尊敬を受けたという。県議士時代、新潟市から1901年10月、内務省議士の土田哲夫と共に浄水道敷設調査、設計を委託されている。日露戦争後の1907年に南満州鉄道の付属地長春の都市建設にかかる際総裁、後藤新平は、 担当の人選に際して、土木行政、都市計画の担当については、高潔な人材を求めた。そこで当時新潟県土木課長だった加藤が推薦されている。加藤はそもそも酒が飲めず、元から接待等は受け付けなかったという。こうして、後藤新平により南満州鉄道株式、会社土木課長に招生され、長春の都市計画事業を担当する。 加藤は、長春を、駅前広場を中心に、道路は放射線上に広がるヨーロッパ諸都市に見られる、典型的なバロック式都市に設計したほか、諸般の事情により交通の通行制限を計画に、加味した。これに対し後藤は、計画の変更を命じたが、加藤は、反論を展開し、その結果要項を命じられる。当時の後藤はすでに雲の上の絶対権力者と認識され、 彼の知った、指示に、課長クラスが散々やり込められ、ことを唱えるなどできないことであったが、加藤だけは後藤を言い含めることも多々あったらしい。加藤は、その後川口工場水道工事、天津水害復旧工事、安山製鉄職備山追水源地工事などに尽くす。水源採掘に最終位の反対を押し切って、断交し成功させるなど、技術者として高い評価を受けている。 開学市、超国領編、倉孔市、第三章、安山製鉄所的編線によると、九百二十三年、南満州鉄道株式会社を辞して、京里の入間軍駒川村に帰京する。帰京後は没するまで、売林の経営に就くとともに、地元から押されて、八甲線の測定と停車場の開設、道路改修、開墾事業、高地整理事業など、特殊化として、 強度の発展にその生涯を捧げることとなった。没後の1938年に駒川村による鹿湾で鹿霊遺構が出された。ありがとうございます。